どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾です。それでは内容に入る、その前にオンラインサロンでは楽しくやらせていただいてます。今メンバーさんどんどん増えております。ズームでトレーニング、ズームで空のもやってますので、もしよかったらね、入ってみてはいかがでしょうか。ということでね、はい、今日はですね、人の先手を取ってくる賢いワンちゃんの行動ということでね、5選お話ししていきたいと思います。皆さんもね、ワンちゃんに知らないうちにね、もしかしたら我々がトレーニングしつけられてるかもしれません。なのでワンちゃんたちも私たちの先手を取ってくる賢いワンちゃんたちがいます。で、それに振り回されると非常に大変なので、私たちがね、ワンちゃんよりも先にね、先手を取るのがね、コントロールするのに一番大事なことなんじゃないかなと思いますので、もちろんね、時にはワンちゃんに合わせてあげるのも大事なんですけども、人との生活の中ではお互いに折り合いつけることが非常に大事なので、あまりね、ワンちゃん優位でいくとね、わがままになっちゃうかなと思いますので、もしね、当てはまるものが多い方はね、ちょっとね、気をつけていただけたらいいんじゃないかなって思ってます。まずは一つ目ですね。一つ目がトッピング目的でご飯を食べないということですね。もちろんね、ワンちゃんも嗜好性があります。なので、こっちの方が好きだよってね、フードは食べないけどおやつは食べるとかっていう子がいたりするので、ワンちゃんたちももちろんね、そういったところっていうのは選んできます。とはいえですね、おやつだけあげてるわけにもいきません。なので、ドッグフードを食べていただきたいって思う場合は、他のおやつとかをね、減らしていったりとか、そういったことをね、しないとなかなかね、ご飯食べない子も中にはいます。なので、もちろんね、賢い子の場合はお腹空いてても、あ、今ご飯食べないって言えばなんかもらえるっていうのが分かると、その目的で食べたくないから始まったかもしれないけど、今はもしかしたらワンちゃんたちの方が上手に我々をコントロールして、美味しくね、いろんなものをね、もらおうかなと思って行動してる可能性があるんじゃないかなと思いますので、ご飯食べてもらうのが一番いいんじゃないかなと思いますので、もちろんね、トッピングを乗せることが悪いことじゃないので、もちろんワンちゃんの食事に影響しない程度のね、ものだったらいいかなと思うんですけども、どうしてもね、そのトッピングが食事の代わりになるようになっちゃうとね、ちょっと良くないんじゃないかなと思いますので、気をつけて見てみてください。2つ目ですね。2つ目は上手におやつをねだってくるね。特におじいちゃんおばあちゃんがいるおうち、気をつけてくださいね。ワンちゃんってね、すごい上手だから、誰が一番甘いか分かってます。なので、すり寄ってきて、ちょうだいちょうだいって言うと、ついついおやつをあげちゃう。なので、知らないうちにたくさんおやつをもらってて、ご飯を食べないで、食べないのに痩せていかないみたいなことが起きてきます。そうなってくると、ワンちゃんたちの健康にもあまり良くないので、上手にね、おやつねだっちゃう子もね、中にはいます。そんなおうちの場合は、1日にあげる量のおやつをこちら側でコントロールして、それをね、みんなで徹底して、もう今日はこれだけのおやつにしようねって決めた中からあげるようにするのと、あとはね、ドッグフードとかをコントロールして、例えばね、フードとおやつとかをちょっと入れたやつをおじいちゃんとかおばあちゃんとかに渡しておいて、もしあげるときはここからあげてねって言って、1日の食事量の、ね、中で収まるようにね、していただけるといいんじゃないかなと思いますので、ぜひね、おやつをねだり上手なワンちゃんですね、コントロールされる前に私たちがコントロールしていくようにしましょう。3つ目ですね。3つ目が、飼い主さんの食べ物をねだってくるということで、確信犯でございます。足元で静かに可愛くね、こうやって見上げてたら、私たちもちょっとあげようかなって思ってあげてしまったら、もうそれが最後ですね。食事のたんびにやられます。なので、ワンちゃんたちっていうのは、飼い主さんの食べ物は、やっぱりね、自分たちもね、ねだればもらえるっていう風にね、学習しちゃうと後々大変ですし、ずっとあげてくって言ってもね、人の食べ物っていうのはワンちゃんにあげていいものばかりじゃありません。また、勝手にね、食べちゃう子たちも中には出てきますので、私はね、与えない方がいいかなと思いますので、もしね、与えるんであれば、それはね、ワンちゃんのご飯に別でトッピングして乗せてあげたりとかね、そういったことを考えていった方がいいかなと思いますので、もしね、人の食べ物とかでね、例えば味付けしてないささみとかゆで卵をあげようと思ったら、それも食事してる時に来たからあげるんじゃなくって、食事終わった後に最後に取っといてあげてあげるようにしたりとか、そういった配慮が必要かなと思います。もちろんね、ワンちゃんにあげる時にはワンちゃんにとってね、ネギとかチョコとか投げちゃいけないものもあったりしますし、ね、あとは味付けの濃いものですね、そういったものはワンちゃんの体にも毒になるので、与えないようにしましょう。4つ目ですね。4つ目は、お散歩で疲れた、歩きたくないと言って抱っこをせがんでくるということですね。ワンちゃんたちの中にはやっぱりね、お散歩の時に本当は疲れてなくても、もうね、座ったりとか歩きたくないよって言うと抱っこしてもらえるって分かってて、わざわざちょいちょいってやってくる子たちがいますよね。なので、もちろんね、お母さんお父さん抱っこすること悪いことじゃないんですけども、安易に
ね、やっぱりいつも抱っこしてる子、特にやっぱり小型の子ですよね、すぐひょいって抱けちゃうからなんですけども、そうするとあ、これで歩かなくていいんだっていうのを学習してくると、ワンちゃんたちっていうのはもう人に、ね、対してね、先にそうやって座ったら抱っこしてくれるでしょ、ちょいちょいってやったら抱っこしてくれるでしょ、どん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 ね、人がトレーニングされていく形になっていきます。なのでお散歩中ですね、もちろんね抱っこしちゃいけないわけじゃなくて、してもいいんですけども、それこそね、お利口に歩いてる時においでって言って抱っこしてあげたりとかね、する分にはいいと思うんですけども、立ち止まった時にね声かけて抱っこすればもちろん立ち止まるようになってきますし、でしちゃいけないんじゃなくて、そのタイミングですね、そこを考えてやっていただかないとちょっとね後々人が大変になるんじゃないかなと思いますので、ぜひ気をつけてやってみてください。5つ目ですね。5つ目は人によって態度を変えるということで、よくあります。ワンちゃんたちも人によってね態度をコロコロ変える、やっぱりよく見てます。なので大事なことっていうのはやっぱりね、例えばハウスって言ってもいつもね褒めてくれないとか、無理にグッて入れられちゃったりする人の場合は入らなかったりとか、ところがいつも褒めてくれる人の時にはハウスって言ったら去って入るようになったりとか、人によってね、見分けたりとかすることってあるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、ワンちゃんと一緒に接する時はですね、もうそういうところもね見られてるんだなっていうのを私たちも意識しながらやらなきゃいけないんじゃないかなと思いますので、ぜひね、ワンちゃんたち人によって態度を変えてきたりすることもあるかなと思いますので、そこもね見ながらね上手にコントロールしていただけたらいいんじゃないかなって思ってます。はい、というわけでね、ワンちゃんたちは人より先に行動してやってくることっていうのは多いんじゃないかなって思ってます。ワンちゃんたちって賢いからこそ、人が後手に回るとね大変なので、先手でねやっていただけると、どん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 ね、楽しくねお互いに楽に生活できるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもね当てはまるの多い方、ちょっとね気をつけてみていただけたらいいんじゃないかなと思いますので、明日からもねワンちゃんと楽しく付き合ってみてはいかがでしょうか。